いよいよ日本時間の明日早朝に迫った FIFA ワールドカップブラジル大会。うん、日本の初戦も日本時間の15日日曜日午前というふうになっておりますね。うん、日本代表の選手たちは練習、休養、研究など順調に準備を進めているようです。うん、はい、えー。ここ数日間このね、えー、FIFA ワールドカップブラジルで行われるという ことなので、ブラジルという国はっていうようなこともね、あの、ちょうどいい機会ですので、いろいろと調べておりますけれども。そうですよね。今日はね、ブラジルというよりも、このワールドカップ、もう本当差し迫ってますからね、これについておさらい、まあ皆さんご存知のことも多いでしょうけれども、ちょっとおさらいしてみようかなと思います。はい。ワールドカップね。うん。あの、対戦は、 A グループから H グループまで8つのグループに分けてのリーグ戦です。それぞれのグループの上位2チーム。 8つありますから、2816で合計16チームが決勝トーナメントに進むということで、うんえー、過去4回の日本の成績をここでちょっと振り返ってみますと、うん、フランス大会は 1, リリ、うん、1>, 1次リーグ敗退しました。うん、1>, 1次リーグで敗退しちゃいま、負けちゃった、うん。で、日韓大会はベスト16まで行きましたね。はいはい、ドイツ大会は1次リーグ敗退。うん、で、この間南アフリカ大会はベスト16と。うん いうことでさ、いよいよ、ブラジル大会では、というわけなんですが、今回日本は、その8つのグループの中で、グループ C、うん、C グループに入ります。ここのグループにはどういう国が他にいるかと言いますと、うん、日本の他に、コートジボワール、うん、ギリシャ、うん、コロンビア、まずはこの3つの国と戦っていくということですね。うん、はい。<laughs> 失礼。<laughs> で、FIFA ランキングを見てみると、このグループ C、日本は46位。 うん、コートジボワールは23位、ギリシャ12位、うん、コロンビア8位ということですから、順、うんうん、位だけでいくと、日本頑張らないといけないよという話になりますね。さあ、応援しなきゃいけない、日本時間で予選リーグの日程を紹介していきましょう。うんうん、これ全部に日本時間で表記していきますねはい 最初の試合は日日日曜日ですコートジボワール戦10時、うんはい、これはまあちょっとまあ話ちょっと中断するようですけれども <laughs> 今まあ盛んにコートジボワールとはどういう国かっていうのをね他のやっててあの東京でもキー局がいろいろ探してましたけど東京でもねコートジボワール人ってねなかなか探しかねて <laughs> ああやっと見つけましたいうぐらいで、はい、ちょっと我々とはあの遠い国というイメージが、うん。 ありますので、はい、例えば僕らアメリカとかフランスとかオランダとかいったらすぐイメージが、うん、コートジボワール!」って言った時に「なんやろ?」うというようなとこがあって、まあ、この機会にねまたこの番組でも、はい、あのお便りも頂い,いてまして、はい、松下保健塾さんからも「子供たちはほとんど靴が履けずゴム揃リや裸足で楽しみはサッカーですが本物のボールもない状態で」ということでね「鏡原市の会社に勤めるコートジボワール人と、えー、岐阜県内の中学生高校生が履かなくなったシューズやボールをきれいにしてコートジボワール イボワールに送る運動をしてますというような、そういう、うん、あの僕らは遠い国だと言いましたが、ちゃんと日本でもやってらっしゃる方がね、こうやっていらっしゃるような、こう、ねまあ、いうこんな話も出てきて、はいあのー。で、コトジワルに関してはですね、うん、あの1960年代にイボワールの奇跡っていう経済成長があったんですけど、うん、2000年前後からクーデター、内戦があったりなんかして、うん、まあの内戦はね、11年に終了していて、異常事態は解消されているんですけれども、南、 西アフリカのねあたりですかね南は太平洋に接したそんな国です象牙海岸共和国とかつて呼ばれたというねコートジボワールっていうのも海岸の象牙っていう意味なんですってあっ象牙の海岸か海岸の象牙じゃないねそうやろ普通に考えたらそうやコートが海岸 D がのイブワールで象牙 そのまま言ってしまいましたけど、<ー>ひっくり返さないかも、ね。はいはい。はいはい。はい。え、んえっ、ー、と、象下の,の海岸。象下の海岸。はい、はい。そういう意味だったりするそうですけど、そこと戦います。午前10時。はい、はい。15日日曜日です。うん、会場はレシフェ。 はい、うん、えー、世界屈指のストライカー、フォワードのドロックバ選手は注目選手と言われておりますが、うん、その他にもで、ねうん、いろんなこう選手がいます、えー、ジェルビーの選手とかヤヤ、うん、トゥーラ選手。あのヤヤトゥーラ選手に関してはちょっと怪我をしたということで出場できるかどうかってことがちょっと注目されてました。<う>昨日の段階ではチームの人たちがちょっと調整が遅れてて無理かもみたいな話言ってましたけど、うん、今日になるといやいやいやあのなんとか出ますみたいな話もあったりなんかして、はい、実際に。 でも出るかどうかっていうのはまだちょっとね、不明ですが、はい、これややトゥーラが出るかどうかによってかなり。日本にとってのね、プレッシャーが変わってきますよね。よねはい、でもこのチーム主力選手が年齢三十代ということですので。うん、前半の失点に抑えれば、後半チャンスがあるかも。うん、おっちゃんが多いいうことですか。はい、<laughs> そういうことですか。<laughs> うん、三十代でおっちゃん、おっちゃん呼ばれるんですか、うん、いう感じがしますけどね。うん、でもそう、厳しいね。 アフリカ系ってなんか持久力みたいなのがやっぱりあまり期待できないとかというようなことも聞いたことがあるのでここもやっぱり足でカーっとかき回していくという作戦がいいかもザ・ケロニー監督もその辺意識していて、うん、あの日本のチーム編成、うん する時に同じぐらいの力の選手がまあいたとしたら若い方を選びましたっていうその辺、ちょっとこうスタミナもなんかもねえ考えながらチーム編成したよなんてことも言葉もあったみたいですけれどもねはい日曜の午前10時ということですから結構、日曜日いつもはねあのいっぱい人がいる繁華街なんかに人がいないなんていう状況なんか日本もなるかもしれませんねお家でテレビ見てるなんてことがあるのかな。試合目は初 2日の金曜日ですギリシャ戦これは午前7時日本時間のねうん、うん、午前7時にナタルの会場で行われます、うん、ここギリシャはですね守備の堅いチームと言われているので、うん、なかなか得点するの難しいぞっていうのがサッカーファンたちの間での通説なんですって、うんうん 一生懸命応援しないといけませんね。ここも結構厳しい試合になりそうだということですよ。金曜日の午前7時ということですから、うん、試合が始まった途端に、ああ、もう行かなきゃ、仕事に行かなきゃ、学校に行かなきゃ気になるという人が続出かもしれません。なかなかこれは辛い時間ですね。はい。うん、さあ、そして3試合目は25日水曜日、コロンビア戦です。これはね、うん、早起きしてくださいよ、午前5時。 クイアバーで行われます、うん、世界でもトップクラスのストライカーと言われるファルカオ選手の怪我による欠場というのが発表されておりますが<れ>でもコロンビア戦さっきも言いましたその、えー、ランキングでいくと8位という、ねうんうん、強豪ですから、ね、やっぱりね トップで、それでも通過するだろうというふうに言われています。上位にチームってことで、じゃあ、トップで通過するだろうということは、ここに続けいうことになりますかね。うはい。いや、日本は改めて言うと、四十六位ですか?。そうなんですよ。ね、厳しい、厳しい、本当に厳しい。だからこそですよ。この間、私が取材に行ってきた桶狭間。うんうん、ね。はい。わずか数千の。うん、ね。課税<う>で。 何万人という今川軍を破ったというのをですね、す頭に入れながら。あの、今ワンクルワてあるんですよ。過去の試合なんか見てても、うん、この FIFA ランキングって必ずこうね、あの、うん、データとしてありますけど、うん、あの、意外に、あの、すごい競合に、ひょっと勝っちゃったってことは、うん、<laughs> ありますからね。勝負は時んんですからね、えー。それもあります。うん、はい。ちなみにこのコロンビア戦は、 CBC ラジオでぜひお楽しみください。ああ、やるのはい、あ<ー>やりますですよ。すね、はい。予選はこの3試合。えー、勝敗と得失点差で順位が決まります。1位と2位のチームが決勝トーナメントに進む、うん、ということですね。うん、ただこれ、1位通過の場合と2位通過の場合でも、組み合わせ、次の試合の組み合わせが 変わってきたり時間も変わってくるということですので、まあまあ、決勝を目指していうことですけど、まずは予選リーグ、しっかり応援しましょうねというところでしょうかコロンビアが8位と言いましたが、でも全部上ばギリシャも12位だから日本もね、本当に頑張らないといけないわけですね、ランキングだけで言うとね。で、きのあたりもお伝えしました昨日おとといもお伝えしましたけれども、ブラジルという国は本当に広いので、試合する場所によって気候が全く違うって言いましたよね。 はい、これ、えー、日本の試合はさっき言いました、レシフェとナタルとクイアバという3会場です。うんうん、レシフェとナタルは熱帯気候、クイアバは内陸性で、寒暖差が激しいということで、ここを移動しつつの、うんえー、予選リーグということで日本チームになりますから、移動距離も結構長い、はい、だから体調管理が本当に大事。でも、まあ、これから見ると僕が一番気をつけないかんのはクイアバの 内陸性の寒暖差が激しいところは気をつけないといけませんが、うん、あとは熱帯気候といっても、日本の暑さに比べたら、<laughs> そう、大したことないじゃないかと、大きな声で言ってますけども、行、はい <laughs> はい、ったことないのに言ってますけども、なんかそんな気がしますよそうですね、うん、あの昨日かな、おとといだったかな、気候的には日本とそうは大差がないというふうな、んうんえー、データが出てますので、ただ、ああ移動距離は本当に長いですから、体調管理はね、<ー>かなりまあ、 気を使ってる様子ですけれどもね。うんうん、はい。そしてそのブラジルなんですけれども、うん、ブラジルがやっぱブラジルでやるってことかなり盛り上がってますですね。ああで,、えー、でやっぱりあのホームでやるいうのはね、うん、なかなかこう有利になるかというところがまず気になるです。うん、気になるんですけれども、うん、実はねブラジルは前回ブラジルで開催したことがあるんですがその時準優勝。うん、だからあのだからこそですね。うん、今回は優勝優年が強いんですね。うん、はい。すごい。 盛り上がるとそういう意味ではかなり気合が入っているい入るだろうな、いうことですね、昔の国体やったら、開催権が必ず優勝するんだけどな <laughs> ただでさえブラジルがね、<laughs> もう国民全体にまとまって勢いがあるということですから、はい、本当に強いかもということですね、はいはい、え他にも前回優勝のスペインとかドイツとか、アルゼンチンとか優勝候補がね、えー、本当にみさあ、そしてワールドカップといえば、うん、動物占い。<laughs> いやそんなやってるね、<laughs> パオル君が有名やったね、タコね、うんはい、今回はね、うん、えー、昨日坪井さんは象占いいうのみたいなの言ってましたけれどもね、それから今、注目されてるのは、パンダが占うという、パンダ占い,っていうのがあるそうで野風姉さんは、あのなんか、オスガメのね、うん、ビッグヘッド君、<laughs> これもなんかすごいらしいですよ、動画開催国、ブラジルの開幕戦勝利を予言したらしいです。<laughs> う開幕戦勝利はいはい開幕ブラジルブラジルがははいいブラジルがうん。強い強いあ最初は勝つぞどうやってはい最初は勝つぞとうんどうやってあこの人うん。カメでビッグヘッドっていうのも笑いますけど水槽の中でどっちの餌に食いつくかで占っておりましたってブラジルのカメカメのビッグヘッド <laughs> いうことなんいいで。すね、はい。パンダの場合はこれは中国らしいんですけれども、はいはい、えっと1、2歳のパンダが勝ちとか負けとか引き分けに分けられた3つの竹籠か,から食べ物を選ぶ。だから必ず食べ物を食べかかって行かへんもん別にそういう <laughs> なんかねあのね例えばダイヤモンドとか金とかルビーとかって置いてあっても行かへんさ。そんな <laughs> だからあの、予選はそうやって占ったと、はい、決勝トーナメントでの占いは、うん、こうパンダがですね、対戦国の国旗がある木っていうのを置いといたら、うんうん、どの木に登るかなというところで。<laughs> てるとにということらしいですけれどもちなみに中国は今回ワールドカップに出場しないのでなかなか中立的な占いになる方どうなんでしょう中国は中立的というのもなかなか珍しいことりまよね中国いうか別に中国がどこいうて選んでるわけだけなくて選んでるのはパンダですからパンダが何の気なしに選んでるってまあ可愛い映像らしいですけれどもねまあそんなふうなねパンダ占いあんまりサッカー興味ないないう人もこういったね あ,のいろいろあとあの今はいろんなところでほらせっかくだからブラジル料理を楽しようみたいなところで美味、はい、しいお店とか美味しいブラジル料理の作り方とかそんなところも、ねまあ、話題になってますけどもしかし小高さん,んこういう時こそですよ<に>ね。 占い師という方が日頃いろんなこと言われてますよ。あんなもん当たらへんとか当たるとかね、ね、うんうん、霊能力者とかなんかって、あんなもん嘘ばっかりやとかって言われている。今こそ、パンダや象ウあの、オスガメがこんなにも頑張っているんであるならば、うん、人間としての英知の結晶の占い師こそがですね、<laughs> 占ってこういう風ですよって言うべきと違いますか今こそ。誰か言わないかな。はい まあ言ってると思いますが、あんまりそれマスコミも取り上げてないかわかりませんけどもね。<laughs> はい、今こそやるですよ。まあ、<れ>いろんな方面から盛り上がっております、はい、このねワールドカップですけれどもね。また、はい、楽しみはい、はい、ということです。色めことぶきおいしい暮らし応援キャンペーン。